今日は職業相談第一部門にお邪魔してお話を聞きたいと思います。早速ですが、ここはどんな窓口なんでしょうか？はい、ここは、失業手当を受給されている皆さんに早く就職してもらうために、早期就職の、様々な支援をしている窓口です。職業相談第一部門では総勢16名の職業相談員が失業手当受給者の方に早期再就職していただくため、求人情報の提供、応募書類の添削、模擬面接など様々な就職支援サービスを行っています。また就職活動に役立つ無料のセミナーを定期的に開催しています。失業手当を受給されている方に一刻も早く再就職していただきたい、そういう思いで日々仕事をしています。なるほど。早く就職することで本人にどんなメリットがあるんでしょうか？はい、やはり経済的に安定するのが大きいです。早く就職すれば、それだけ早くお給料が手に入ります。また、失業給付受給中の方が、早期就職した場合、条件を満たせば、再就職手当が受給できます。これは自己都合退職した方が早期就職した場合に得ることができる収入額のシミュレーションです。そうですね、再就職手当が入るのと、まあ、お給料1ヶ月分ということですよね。これ合計で526,151円で、あくまで一例ですけどね。これね、これ1200円の天丼が438杯食べられる金額ですよ。計算早いですね。ありがとうございます。なるほど、再就職手当の金額は魅力的ですね。はい、また就職の活動が長引けば長引くほど不利になる傾向があります。こちらのプラカードをご覧ください。おお、さすがデータの鈴東。これを見ると、まあおおむね4ヶ月以内にだいたい8割の方はもう再就職を決められているっていうことになりますね。そうなんです、8割ぐらいの方が4ヶ月以内に就職を決めてまして、まあ、それ以上になると、まあ、全体の中での少数派になってしまいます。うん、まあ、そうなるとやっぱり企業の担当者としては就職活動が長引いている、そういう理由をちょっと気にしそうな気がしますね。そこなんです。 80% ぐらいの方が4ヶ月ぐらいで就職される中で、まあ、4ヶ月以上、まあ、就職活動に時間かかっているとなると、まあ、企業の採用担当の方からすると、この方何かあるんじゃないかなと勘ぐってしまうことがあります。なるほど、まあ、やっぱりそのような誤解を避けるためにも早め早めの就職活動が重要というわけですね。早期就職にメリットが多いことは分かりました。それでは職業相談第一部門では利用者の方が早期就職できるようにどのようなサービスに力を入れているんでしょうか？はい、よくぞ聞いてくれました。我々が、一番ですね、力を入れている一押しのサービスがこちらです。個別支援とは、職業相談第一部門に所属する就職支援ナビゲーターコーディネーターが利用者の専任の担当となり、マンツーマンで就職のサポートをする画期的な制度です。担当者と一緒にあなたの目標に合わせて就職活動を進めていくことができます。サービスの内容は、あなた向きの求人情報の提供から応募書類の添削、模擬面接まで様々です。個別支援を利用すれば完全予約制のため、待ち時間なく効率的に進めることができます。利用者の方の感想として、転職が初めてで何もわからなかったから参加してよかった、孤独な就職活動の中で精神的な支えになったなど好評いただいております。模擬面接の受け答えもすごく良くなってきましたよ。それでは、次の面談は1週間後でいいでしょうか？はい、この個別支援の制度すごくいいサービスなんですけれど、ここに来るまでの交通費が結構痛いんですよね。私ここに来るまでに往復500円も電車賃がかかるんですよ。なんと500円ですか？それって牛丼並盛りが食べられる金額じゃないですか。ってことだったら、もしよろしければ次の面談はリモートで行いますか？リモート通信環境があればご自宅にいながらリモートでの相談、
応募書類の添削などを行うことができます。時間と交通費の節約になりますのでおすすめです。悪いんですけれども、私あなたとあまり相性が良くないみたいなんです。なので次から違う担当の方に変えてもらえませんか。なんでやすいません、私が担当させていただいてよろしいですか。では失礼させていただきます。よろしくお願いします。個別支援を行う中で担当者との相性が良くない場合、他の担当者に担当してもらいたい場合はいつでも担当変更いたします。また個別支援のサービスが不要と感じた場合はいつでも利用を中断することができます。なるほど。利用者の方の早期就職を就活サポートのプロが専任の担当となってトータルサポートするのが個別支援なんですね。はい。応募書類の書き方ですとか面接の時のその立ち振る舞いですね、そういったことっていうのはなかなかこう自分では分かりにくいものです。そこにですね、第三者の視点が加わることで、よりですね、大きくその改善していくことができるというところでですね、この個別支援という制度をぜひ使っていただければと思います。ちなみになんですけど、このサービスって費用はかかるんですか。いえ、もちろん無料で利用できます。自分で言うのもなんですが、利用してない手はないですよ。今日は対応ありがとうございました。ありがとうございました。